Thank you, Lou. また水をぶちまけましたよ、タブ君は。なんか上からジャンプして水に着地するっぽいね。ジャン君にプロレスを挑みました。あんまりしつこいと怒られるよ。ほら、ちょっと怒られた。
美味しかい。ラブちゃん。はい、ラブちゃんは、明日里親さんのところに、トライアルに行きます。なので今日一日はかなり多めに見られる日となりますよ。それというのもですね、朝一番に、わかりますでしょうか、この水浸し、3階からジャンプをして足をここへ突っ込み、水がバーッと下に撒き散らされましたが、全然怒られません。そして、外遊びも、もう何このいっぱい撒き散らされてるのは、これは何でも全然怒られません。ビャー。怪我だけしなければ今日は何でも OK です。あら、こうやって撒き散らします。しおんくんをあんずちゃんのケージの中に入れてみましたというか、開けたら入りました。ラブくんが里親さんのとこに行った後、同じケージの中で過ごせるかどうかのテストにもなるかと思います。ラブくんは天井に登りました。なんかちょっと注目されてると思って来たでしょ。君たちはどうかな。はい、鼻中、そしてちょっかい。しおんくんはトイレのチェック。じゃれてるね。シュン君外出たいかな。なんか悪くない感じだね。シオンくんとアンズちゃんが同じケージに入るということは、シオンくんが、外に遊びに出るときにアンズちゃんも出るっていう可能性が高いので、それまでにやっぱり、多少抱っこなりなんなりってとこまで行っとかなきゃいけないね。ということは、それが出来上がったら一緒にしましょうっていう感じかな。
ないよ。